さあ沖縄から戻ってきて今日からバファローズとの3連戦に入ったファイターズは、初戦、マルチネスがマウンドを託されます。そのマルチネスは2回の表ツーアウトから6番の小島にはアンラッキーなヒットを許します。でランナー背負うんですが、7番の T 岡田もこれライト前ヒットで続いてランナー1塁3塁とチャンス拡大。しかしマルチネス最後は1番の足立をセカンドゴロに打ち取って、まあ、こうやってランナーを背負いながらのも0点で抑えていきます。5回の裏はファイターズ2アウトランナー1塁2塁と、2試連続フォアボールでピンチを招いて2番の太田大志でしたがここも西が粘ります。太田大志をショートゴロに打ち取って0点で抑えます。でマウンド上先発のマルチネスが6回も上がりますが、この回は2番の西野がショート内野安打、平沼が今日今シーズン初先発というゲームでしたがこれよく追いついたんですが、ファーストへの送球冒頭となってしまってワンヒットワンエラーランナーセカンドにマルチネス抱えることになります。しかしその後マルチネスが打者3人で片付けます。最後は5番のマレーロをファールフライに打ち取って味方のミスをしっかりとフォローしました。素晴らしいカバーでしたね。で7回の表に入ってワンアウトから7番の T 岡田、昨日満塁弾を打っている T 岡田がこれでセンター西川も追いつきかけたんですがフェンス直撃のヒット、これでランナーセカンドになります。でワンアウトランナー2塁となって8番の足立、ここまでノーヒットだった足立が3打席目にしっかりとレフトにセンター前の失礼レフトに先制のタイムリーツーベースヒットを放ちます。これでバファローズが1点を先行、さらにその後トップに戻って1番の大城にもタイムリーヒットが生まれます。7回に0対0まで続いていた展開でしたが7回の表バファローズが2点をマルチネスから奪うと、マルチネスは結局ここでピッチャー交代降板です。で2点を先行されたファイターズはこの回先頭6番のレアードが今シーズン初のスリーベースヒットを放ちます。ライトフェンス直撃の当たりでサードまで来てワンアウト3塁とチャンスを作ると、昨日も代打で対戦金同点タイムリーを9回に打った田中健介がタイムリーヒット、2試合連続のタイムリーヒットで1点差に迫ります。その田中健介をファーストに置いてこちらも昨日今シーズン初ヒットを打った矢野が2試合連続ヒット、これまで野手の正面もついていたあたりが徐々に間を抜けるようになってきました。これでチャンス拡大してピッチャー吉田に代わって2番の太田大志というシーンでしたが結局、ピッチャーゴロに打ち取られて1点止まりということになりました。7回の裏で8回も0点に両軍終わって、そして9回クローザーの元ファイターズ増井宏敏が出てきて、結局最後は田中健介を打ち取ってワンツースリーセーブで見事12球団セーブ達成、史上4人目の快挙ということになりました。ファイターズは連勝が2でストップ、バファローズが1点差ゲームをものにしています。